待ち合わせのあの場所で笑い合う子供たちを眺めながら君が来るのをずっと待っていた。ほら何すんだ。私の話聞いてってば。ああもうはいはい。で何？何なの？私子供できちゃった。そりゃまあ女はそういう機能を持ってるんだからしょうがないよな。で？でってどうしたらいいか考えてよ。産めば？え？金は出すし俺の子だって認めるよ。そんなだって私作るための行為しといてできたら慌てるなんておかしかね。おめでたいことだろ。産めよ。そんなことパパに言えない。じゃあ俺が電話してやる。家か？家だな。そんなことばっかり言うの？もっと優しくしてよ。はあ？お前の責任だろ。俺は責任取るって。責任って私にそんな。おいおい、お前は自分の意思でしたんだろ。じゃあ結婚して。どうして？だって私のこと愛してないの？そりゃまあ好きだけど、お前だけじゃないし。え？俺もう子供5人いるし。え？来年には2人生まれるし。君ってやっぱり最低だよ。そうか？当たり前のことを言ってるだけだろ。それは君のへりくつ。生物としてけだもの。ああ甘美な響き。そんなの人間の定義の問題だろ。ホモサピエンスかホモデメンスか。レトリックじゃないか。納得できないな。焼いてるのか？してほしいのか？僕は本当に君のこと嫌いになりそうだよ。そりゃよかった。男には興味がない。君くらいになると何でもいいのかと思ってた。人間じゃなくても。バカにするなよ。俺は孕めない生物には興味がないんだ。ん？鶴丸。うん？来ると思ってたよ。あの、助けてくれてありがとう。違うよ。あれは僕の留外だよ。ありがとう。鶴丸が泣いて頼むからね。自分の留外動かせないくせに。おいおい、
教えて。私星丸と、私の竜のこと、アキラちゃんみたいにチャネリングできなくて、あいつらみたいにできたら、そうすればもっと、もっと。悪い。それは俺たちにも本当にわからない。どうしてお前が竜骸とちゃんとエンゲージできないのか、それは自分で解決するしかない。力が欲しいのか。力っていうのは何かを作り出したいか、何かを守りたいから必要になるんだ。お前が守りたいものってなんだ。守りたいもの。男の子、好きになったことある？先輩、高野先輩。あ？おはようございます。おはよう、川村。また髪色抜いたんですか？土曜までに赤くしてくるか。やめてください。そこまでやったら先生たちだって。嘘だよ。先輩、今日部活ちゃんと出てくださいよ。先輩、予選 200m ゴール前で手抜いたでしょう。ああ、絶対県大会出れたのに。調整失敗してバテたんだよ。嘘です。先輩、ちゃんとやれば成績残せるのに。なんでそんなこと川村にわかんだよ。責任取れねえのにそういうこと言うなよな。取れます。はあ？私、責任取れます。バッカじゃねえの。取れるわけねえだろ。先輩、どこ行くんですか？帰んの。じゃあな。あの女ですか？あいつめ、10分遅れてきた私より遅れるなんて、偉くなったもんだわね。やっぴー、殺される。痴漢。高野先輩、私じゃダメですか？私、高野先輩のためならどんなことだって。川村。はい。川村、俺のこと何も知らないだろ。そんなことずるいです。知らないことでもこれから少しずつ分かっていけばいいじゃないですか。それじゃあ遅いんだよ。それで何？あなた誰よ？あなたは高野先輩を不幸にしています。は？あなたが高野先輩をダメにしてるんです。文吾のこと好きなんだ。バカな女。文吾のこと何も知らないのに。だいたいダメって何？それはあなたが望む文吾が基準なんでしょ？傲慢な女。
文吾は文吾の望む姿にしかならないことくらいわかるでしょうに。あなたにそんなこと。自我を残したままの他人を自分の思い通りにしたいなんて傲慢。そんなこと。それじゃあ遅いんだよ。そんなこと言われたくない。どこ、まだ話は終わってない。定食、あと冷ややっこ。あ、俺野菜炒め定食ください。はいよ。こっちビール一本ね。はい、いらっしゃい。こんばんは。あきらちゃんいる？いるけど、またいつもの。学校もずっと休んでるしね。注文いい？はいよ、ただいま。忙しそう。まあ、あんなものでもいないよりはマシだったからね。いらっしゃい。あれ、初めて見るね。よろしく。はい、サバテンお待ち。お嬢ちゃん、こっちビールね。はい。シーナちゃん、うちの子になるか？それはダメ。私がいなくなったらうちのお父さん死んじゃうから。だっておじさんにはアキラちゃんがいるでしょ。そうだよ。アキラちゃん目当てで来てる人だって多いんだから。そうなのか。それをアキラが良しとしているかは分かりませんけど。いらっしゃい。いらっしゃい。ああ、君か。アキラさん、いますか？え？いや、そのアキラは。わかっています。でも会いたいんです。須藤が来たと伝えていただけますか？ごめんなさいね。ちょっと今下に須藤さんって方が見えてるんだけど。え？あ、はい。30分くらい待ってもらってもよければ上がっても構わないそうですけど。わかりました。いや、上がるって。でもシーナちゃん、一緒についてってくれる？ラジャー。さくらさん、入るよ。
りずる。シーナちゃん、あのどうして。あ、ごめん、明日のスポちゃん誘いに来たんだけど。それは困ったね。僕もそうなんだ。え、明日出かけない？さくらさん。え、君もどう？一緒に。シーナちゃん、大丈夫？アキラちゃん、お日様に当たるの久しぶりだから。じゃあ行こうか。どこに行くんですか？その様子じゃほとんど外出してないでしょ、さくらさん。え？釣りはどう？釣り？今いい時期なんだって。釣れるらしいよ。詳しいんですか？いや、僕はやったことないんだけど。まあたまには外の遊びもいいんじゃないかと思ってね。シーナちゃんはこういうの好きそうだね。悪い、僕もよくわからないんだ。教則本持ってきたからそれ読んで。すいません、これどうやって使うんですか？おお、数字がいいね。本当に初めてかい？いや、まぐれっすよ。キラちゃん、なんとか。でも笑っちゃうよね。本当にこんなんでお魚釣れるのかな。おっしゃ、来たー。うわー、見せて見せて。私も頑張る。ちょっと待って、本見るから。巻いて、とにかく巻いて。シーナちゃん、これ噛まないですか？釣ったらまた逃がしてやるんだ。おかずじゃないの？さようなら、我が家の夕食。なんかすごかったね。あ、アキラちゃん？アキラちゃん？びっくりしちゃって。その本当に面白かった？どうだった、さくらさん。はい、楽しかったです。そうだね、命をもてあそぶのは楽しいよね。魚なのに。魚の命は人の命より軽いかい？さくらさんのしたことは、憂さ晴らしに人を殴るのと変わらない。魚は文句を言えないだけだよ。
さくらさんは自分の快楽のために命をもてあそんだんだ。僕の仲間にならない。須藤さん、気づいてただろ。それでもさくらさんは今日僕の誘いに乗ってきた。鶴を折っていても何も解決しない。僕は前にも言った、死んだ人間のために何かをしているつもりになっているのは愚かだよ。大事なのは残された自分のために何をするかさ。アキラちゃん、この肉じゃが最高だよね。寝こった。大丈夫、椎名ちゃんは寝てる。そこの竜の子の見ているものも伝わっていないよ。でも決めるのはすぐじゃなくていいよ。椎名ちゃんはこの前僕たちとことを構えたことをまだ納得できないだろう。僕たちはこの疲弊した世界を変えることができる。飲酒や慣習や社会通念や常識や、そんなものに縛られない自己の批判と改革のできる、自ら考えられる人間で構成された社会、自ら考えることのできない人間は滅び去る、そんな社会。それは痛みを伴う社会だ。痛みは思考を明晰にする。僕は仲間を探している。特に竜の子が姿を現さない保持者。椎名ちゃん起きて。椎名ちゃん、寝てた。じゃあね椎名ちゃん、また。うん、さようなら。なんかいい人だよね須藤さんって。どこまでも白く私と星丸の前に突然現れたのはほうきに乗って空を飛ぶ少女だった。あなたは誰？魔女さんなの？私はジュン。私たちの行く末見たことある？ジュンの言葉に誘われて東京湾を縦断することに。廃校の屋根の上で私と星丸は。次回、今あなたのためにできること。ねえ星丸、私たちの行く末って。